ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、霊夢？3回にわたって体を温める食べ物や飲み物を解説してきたけど、もっと体を温めるものっていっぱいあるよね。そうだぜ、もっといっぱいあるな。じゃあ体を温める食べ物飲み物と、体を冷やすものの違いって、何なのかしら？気になるわ。それじゃあ今回は体を温める食べ物飲み物と、冷やすものの違いについて解説するぜ。今回も頼むわよマリサ。任してくれだぜ。もしこの動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくだぜ。ということで今回は体を温める、体を冷やす、食べ物飲み物について解説するぜ。日本は季節によって気温が変わるから、ぜひ参考にしたいわね。まず体を冷やしたり、体の熱がこもる悪影響について解説するぜ。まず人間の体は 36.5 度前後が最も活動しやすい体温で、この体温だと代謝などの生命活動に関わる化学反応が起こりやすいんだぜ。なので 36.5 度前後が健康になれる体温なんだぜ。もし体の体温が低下してしまうと、血液の流れが悪くなったり、老廃物が溜まりやすくなったり、免疫力の低下、基礎代謝の低下、冷たいものを食べたり飲んだりすると内臓が冷え、消化不良、下痢など引き起こすんだ。逆に体温が高すぎると体温を下げるために汗をかいたりして、脱水症状を引き起こしたり、最悪の場合熱中症で倒れたりするんだぜ。冷え対策に運動など、熱中症対策に暑いところで無理しない、クーラーをつけるなど対策はあるが、今回は食べ物飲み物で対策したいと思うんだぜ。食べて飲んでちょうどいい体温になるわ。まず水分が多いものは体を冷やし、少ないものは体を冷やさないようにするんだぜ。暑い日を想像するとわかりやすいんだが、暑い日になると体は汗をかいて体温を下げ、体の温度をちょうどよくするんだ。また体内の水分が熱を奪ったりして体温を下げたりもするんだぜ。暑い夏なら意識して水分補給すればいいが、寒い冬だと逆に体が冷えすぎてしまうんだぜ。水分を取りすぎない対策として水分の少ない乾燥食品、漬物、発酵食品、水分を吸収して便と一緒に排出する食物繊維を摂取するのがいいんだぜ。寒い時期は飲みすぎに気をつけないとね。次は塩は体を温めてくれるんだぜ。塩を摂取すると体内の塩分濃度を一定に保つため、尿と一緒に塩分を体の外に出すんだ。体を冷やす水分を体の外に出すので、塩は体を温めてくれるんだぜ。また、塩は水を吸収する働きがあり、この働きを利用して作られた漬物は水分が少ないので、これに関しても塩は体を温めてくれるんだ。しかし現代では塩分を取りすぎることが多いので、積極的に塩を摂取する必要はないんだぜ。次は発酵食品は体を温めてくれるんだぜ。発酵食品は発酵菌が栄養素を分解するときに、食品中の水分を使い水分量が減るんだ。また発酵した際に体を温める成分を作り出したりするので、発酵食品は体を温めてくれるんだぜ。例えば大豆は体を冷やしも温めもしない平成の食材だが、発酵させた納豆になると体を温めてくれるんだぜ。じゃあまた納豆食べましょう、マリサ。もう勘弁してくれだぜ。次は精製された穀物は体を冷やすんだぜ。白米や小麦粉は美味しく食べれるように栄養のある部分を取り省いたものだが、取り省いたものの中には水分を吸収する食物繊維やその他体を温める栄養素が入っているんだ。また炭水化物の摂取で脂肪が蓄えられやすくなり、脂肪は筋肉に比べ血管が少なく、体の熱を逃がしにくくする断熱効果があるんだが体の表面温度は低くなるんだぜ。なので精製された穀物は体を冷やすんだぜ。体を冷やさない対策として、白米に少し玄米を混ぜたり、小麦の食べれるところを全部粉にした全粒粉が混ざった、パンやパスタを食べるのがいいんだぜ。次は葉の野菜は体を冷やし、根っこの野菜は体を温めてくれるんだぜ。なぜかというと、根菜類は葉物よりも水分量が少なく、体を温める成分が多いからなんだ。たとえ葉物でも炒めたりして水分を飛ばせば体を冷やしにくくなるんだぜ。次は脂肪の多い脂身の肉は体を冷やし、脂質の少ない赤身肉魚介類は体を温めるんだ。肉や魚介類には豊富なタンパク質があり、タンパク質は熱を作り出す筋肉の材料となるので体を温めてくれるんだぜ。しかし脂質の多い脂身の肉は体を冷やしてしまうんだぜ。私お肉大好きだからいっぱい食べるわよ。食べて寝るだけの霊夢だと筋肉じゃなくて脂肪だけがつくから、逆効果なんだぜ。次は暑い地域原産の食べ物は体を冷やし、寒い地域原産のものは体を温めてくれるんだぜ。
暑い地域の生き物は暑さに耐えるために体に多くの水分を蓄えたり、体を冷やす栄養を蓄えたりしているんだぜ。寒い地域の生き物も同様なんだ。例えばインド原産のナスは水分が多く体を冷やすんだが、コーカサス地方原産のリンゴは食物繊維のペクチンやリンゴ酸で、腸内環境を良くし便によって余分な水分を出してくれるんだぜ。寒さに耐えるための栄養は私が全部いただいちゃうわね。次は暑い季節が旬のものは体を冷やし、寒い季節が旬のものが体を温めるんだぜ。一つ前に解説したのと似ているんだが、暑い季節に取れる食材は暑さに耐えるために水分を多く蓄えたり、逆に寒い季節だと寒さに耐えるため水分が少なくなるんだぜ。例えば夏に取れる夏野菜は水分が多く、体を冷やしやすいんだ。逆にレンコン、白菜などの冬が旬の野菜は、体を温めてくれるものが多いんだぜ。また旬のものは栄養豊富で美味しいので、ぜひ食べてほしいんだぜ。最後に暑い地域で食べられる料理は体を冷やし、寒い地域で食べられる料理は体を温めるんだぜ。例えば寒い地域でよく食べられるクリームシチューは、具材に人参、ブロッコリー、赤身肉など体を温める食材が多く、水分の少なくドロッとしたソースなので、冷めにくく体の中でもあったかい状態を保ち、胃や腸を温めてくれるんだぜ。一方暑い地域のタイで食べられるトムヤムクンは、辛味と酸味で味付けされていて、辛い成分は発汗作用があり体を冷やしてくれるんだぜ。辛いものって体を温めてくれるんじゃないかしら？実は辛い成分のカプサイシン剤を刺激し活動させ、一時的に体温が高くなるのと、脳が辛いのと暑いのを勘違いして辛いものを食べると暑いと感じるんだぜ。そうだったのね、脳ってよく騙されることが多いわね。またトムヤムクンはさらっとしたスープなので体の中で熱がこもりにくいんだぜ。とまあ、体を冷やす、温める食べ物飲み物の違いはこんなもんだぜ。でもたまに寒いのに体を冷やすものを食べたい時があるのよね。今はトマトが食べたいのよ。それなら解決する方法があるんだぜ。トマトを体を温める料理に変えればいいんだぜ。どうやって変えるの？例えばトマト鍋にして温かい料理にしたり、トマトソースにして水分を少なくしたり塩を加えたりすると、トマトでも体を温める料理になるんだぜ。なるほどね、次はそうしようかしら。ということで今回解説したことをまとめると、こうだぜ。とこんな感じが体を冷やすものの一覧だぜ。逆に体を温めるものが。今日から参考にしてみるわね。で文字が邪魔で私のセリフが見えないじゃない？どきなさいよ、そこの文字。あ、なんだ、文句があるなら事務所に来いよ、巫女の姉ちゃんよ。へえ、何もありません、ごめんなさい。今回紹介した違いでも中には例外も存在するので、体を冷やすのか温めるのか気になったらネットで調べてくれだぜ。せっかくだから、今夜はトマト鍋にしましょう、マリサ。わかったぜ、私も食べたいんだぜ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうだぜ。もし動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。高評価、チャンネル登録すると中の人が喜ぶんだぜ。たまには体にいいものも食べましょうね。では次回の動画まで。ゆっくりしていってね。さあトマト鍋を食べるわよ。霊夢、なんだその厚着は。あったかい部屋の中で厚着であったかい鍋を食べたらポカポカになるからよ。そんなことしたら。もぐもぐ、もぐもぐ。あ、暑すぎるわマリサ。ちょっと外で薄着でかき氷食べてくるわ。帰ってきたんだぜ。ブルブル、ブルブル。外は寒いから、あったかい部屋で厚着になって、あったかい鍋を食べるわ。もぐもぐ、もぐもぐ。あ、暑すぎるわマリサ。ちょっと外で薄着でかき氷食べてくるわ。ブルブル、ブルブル。外は寒いから、あったかい部屋で厚着になって、あったかい鍋を食べるわ。ということで今回の動画は終了だぜ。